小町娘が祭りに花を添えてくれるほか、小町ライトによる演奏、雪花火、月なども催されます。みんなで作ったおよそ3000個のミニかまくらに明かりが灯されると、伝統的な世界が広がります。雪祭りの後は秋宮温泉郷の温泉でねぎらまってみてはいかがですか。会場に並んだ様々な花屋設備がライトアップされ、訪れる人の目を楽しませてくれるのが小町の雪祭り。観光客や親子連れでにぎわいます。春、夏、秋と様々な景色を楽しませてくれる小安郷。厳しい冬だからこその景色がそこに広がります。幕門できる高い雪の壁を掘って作った雪の回廊やお堂、鎌倉の光をまとって幻想の世界を作り出します。体を中から温めるのも冬の祭りの楽しみです。ご来場の皆様、おはようございます。本日は朝早くから北丹西秋田、三手丹西横手、湯沢、豊後、東成瀬にお越しくださいまして誠にありがとうございます。ただいまをちまして先着プレゼントは終了させていただきました。皆様本当に朝早くからお集まりいただき誠にありがとうございます。先着プレゼントはただいますべて配布が終了いたしましたが、こちらの会場内には特産品の販売コーナーもたくさんございます。普段地元でもなかなか手に入らない品物や、そして本日初日ではございますが、初日から特価でご提供させていただいている商品もたくさんございます。ぜひ皆様、横手、湯沢、宇後、東成瀬の美味しい幸を求めにこちらの会場をお楽しみください。なお本日12時30分からは生ハゲ太鼓女の皆さんによるパフォーマンスも予定しております。お時間の許します限りこちらの会場内でお楽しみください。湯沢に来てたんです。